君この前のゼミの面接来なかったでしょ。あ、すいません、そのちょっと体調が悪くて。またか、それじゃあどこ行ってもやっていけないよ。やっぱり村上君二次会来れる状態じゃなかったでしょ。来週も大会なんだからさ、今日はもう帰った方がいいんじゃないの。部室の前で寝るのだけはやめてよね。歌ってるの？そうだよ。感動したよ。僕は多分君と違って大学なんてこれっぽっちも楽しくない。けどこの屋上で一人で思いっきり歌いたい曲を弾き語ってる時だけは楽しいし、どこの誰より幸せだって感じるんだ。人の歌に聞き惚れたのなんて初めてだ。いつかその子と成就するといいね。飲みすぎで吐きそうだからもう行くよ。また話そうな。この前の試合見てて思ったんだけど、ダブルスさ、もうちょいさ全員さ前出てった方がいいと思うの。この前のオリンピックの時にさ思ったんだけど、そう松友選手とかすごいよね。本当に前に出てく感じ。どうしたの？あれさ、いつも一人でいる人じゃない？あ、なんかギター背負ってんだけど、今から何しに行くつもりなんだろうね。